はい、こんにちは、粉元チャンネル粉吉です。お久しぶりでございます。1ヶ月ぶりになるんでしょうかね。皆さんね、心配をおかけして、大変申し訳ございませんでした。お出かけポコさん、わざわざね DM いただいて、心配されていたということで、本当にねご心配をおかけして、大変申し訳ございませんでした。なんとか生きております。と言ってもですね、また今回もちょっと林道とかには行けなくて、近所を走ってるんですけれども、本日はですね、新しいカメラ DJI オズモアクション4のレビューというかですね、3ではできなかったある機能が追加されたので、そちらの紹介をさせていただこうと思います。またね、他のインフルエンサーさんとかレビュアーさん、ほとんどの方は言っていないので、これがね YouTube 初めてじゃないかなと思うんですけれども、それは外部マイクを使用しながら給電することが4からできるようになったんですね。これはですね、 USB のその配列っていうんですかね、規格がスマホと一緒になったみたいなんですよね。少なくとも iPad Pro と一緒みたいな感じになっておりまして、ということを発見しまして、なら給電できるタイプのケーブルを使ったら音声入れながら給電できるんじゃないかということを思いましてですね、急遽、そのケーブルを買って、テストしたところバッチリでした。ただしですね、これね、実はね今回4回目の収録なんですよ。なんでかっていうと、まずですね、スマホ用のこのケーブルを使っているので、マイクもスマホ用じゃないとダメなんですね。スマホ用というのは4極のマイクを使っていることが多いんですよ。おトイストーリーのモノレールだあ、ちょっと話ずれちゃいましたけれども、なので私もね、新しい4極のマイクを購入して収録したんですけれども、音割れがひどくて参ったなと思って、で1回目ダメで、2回目はね、またゲイン調整がオズモアクションできるので、ゲイン調整をしてもう一度再度確認したら、やっぱりそれでも音割れすると、いうことで、また今度ね違うマイクを持ってきて、やったんですけども、やっぱり音割れするということで、もう嫌になっちゃってました。今の音声は4極から3極に変換するアダプターを介して、今まで使っていたソニーの CS3 というねマイクを使って収録しています。多分ねこれだとね音割れしてないんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、ということで、このね DJI アクション4、映像どうでしょうかね。今ねライブビューで見てると、かなりね鮮やかないい色なんですよね。このねライブビューが見れるっていうのは GoPro にないので、すごくね、いいですよね。使いやすい。これで画角とか、水平をチラッチラッと見てですね、合ってるかどうか確認できるので、やっぱライブビューがあった方がいいですよね。はい、ということで、私ちょっとね、しばらくは GoPro ずっと使っていたんですけども、やっぱこの夏の暑い時っていうのは熱停止の可能性があるので、ちょっと注意が必要 なことと、まあ、新しくね、出たカメラということで DJI を、オズモアクション4、こちらの方をねテストしてきたんですけども、やっぱりですね映像とか手ブレ補正に関しては、まあ、まだまだ GoPro の方が上だった、それはね確かなんですけど、ほとんど差がなくなってきたので、私は DJI オズモアクション4を、まあ、メインにカメラにしていこうと思っております。ということで、ちょっと短い動画ではあるんですけども、ちゃんと生きてますよということのご報告と、新しいカメラ DJI オズモアクション4の知られていない機能の一つを紹介しました。ご視聴ありがとうございます。はい、これからはまた、林道動画とか、ツーリング動画メインでやっていこうと思いますので、これからも頑張りますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。